この番組はご覧の各社の提供でお送りします。逃げ場ねえぜ。観念するんだな、しんがりの虎。いや、飛び降りやがって。くそ、逃がせば厄介だ。見つけてとどめを刺せ。戦士なんぞにやられてたまるか。綺麗なお月様。ご一緒しませんか。奴は怪我をしている。そう遠くには逃げられん。手分けして探せ。こんばんは。いい月夜ですね。姉ちゃん、一人かい。ええ、ご一緒しませんか。いいね。おい女、
この辺りで背に彫刀を携えた若い侍を見なかったか。若いお侍さんですか。さあ、見かけませんでしたよ。お前この辺りのものか。いいえ、旅のものです。この辺りは戦場だ。せいぜい気をつけるんだな。行くぞ。でも、兄貴。うるせえ。黙って奴を探せ。待ってくれよ。もし、行きましたよ。奴らは野党。この先の城を乗っ取った亡者の怪物、悪鬼ナゴーの手の者だ。女、無茶をするなよ。この乱世を旅しているんです。心得てるつもりです。どうだか。あなたは。俺は助っ人さ。人質に取られた殿様を奪い返すために雇われたんだ。ことごとくやられちまったけどね。究極の戦法をご存知ですか。ああ、戦わずして相手の戦意を消すこと。ある方より授かった教えなんです。そのためにはむき身であること。むき身。裸ってことか。笑顔でいること。柔らかな胸に相手をギュッと抱きしめること。そうすることで戦う必要はなくなるんです。そんなのできるわけねえだろ。あなたは戦意を消してくれましたよ。いっけ、こんなことしてる場合じゃねえ。戦わずが望みならば